どうも、レウンゲーム TV です。今回は視聴者さんから情報をいただいた、実はアツモリに隠れていたスプラトゥーン要素を調査。このチャンネルではこれまでアツモリとスプラ3は開発チームが共通しているため、似たアイテムやキャラがあちこちに登場しているという小ネタを紹介してきましたが、実はスプラ3だけでなく、アツモリの方にもまだ未発見のスプラコラボネタが隠されていたことが判明しました。アツモリに登場するスプラトゥーン要素といえば、イカやタコの水槽にスプラマークのシールがついていたり、普通のイカの水槽にはオーリカラーのシール、ホタルイカの水槽にはホタルカラーのシールがついていたりします。そんなイカを釣り上げた時のセリフですが、日本語版のアツモリでは、このように2パターンのスプラに絡めたセリフが登場し、初代スプラトゥーンの塩カラーズの挨拶になっているという小ネタがありました。しかしここで本体設定で言語を英語に変更して、海外版のアツモリのイカを釣った時のセリフを見てみると、It's off the hook というセリフになっており、普通に直訳するとイカを釣り上げた、それは釣り針から外れたといった意味になるのですが、実は海外版スプラトゥーンのテンタクルズのグループ名はオフ・ザ・ホックという名前になっており、つまり釣り針から外れたという意味の言葉とテンタクルズの名前の両方がうまくかかった生かしたメッセージになっているというこだわり。また日本版と同じくイカとスプラをかけたセリフは2パターン存在しており、今度はイカを釣り上げた、私はインクリングを持っているかもしれませんといった意味のセリフになっている。日本版は塩カラーズ、海外版はテンタクルズとインクリングという、それぞれ違ったキャラにちなんだセリフが用意されているようです。細かすぎる。そして実は風太くんのセリフには海外版だけにしか存在しないスプラ要素が隠されていることが分かりました。化石の一つユーステノプテロン、これの日本版の解説文は、これ、そういうステノプテロンじゃないっつか、ユーステノプテロンですね、超ギザロールかもしにいくわだったかな、当然です、ついでなすせずが多かったなか、リンコ殺しかけなそみなかったな、イノワはなかかもしれせん、この歌詞は長かしですが、説教は気分で異常なそびも言えでしょうね。と、日本版はこのような説明文になっていますが、海外版の説明文を翻訳してみると、ユーステノプテロンは、恐竜が登場するずっと前から、魚と陸の動物をつなぐ存在でした。水深の浅いところを引っ張れるような強いヒレを持っていたようです。ほとんどの生き物が海に住んでいたとき、彼らは陸地を夢見ていました。彼らがいなければ、私たちは今日ここにいないかもしれません。と、ここまでは日本版とそこまで大きく変わりませんが、ここから先は、日本版に存在しないセリフが登場し、私たちが海を離れていなかったら、ファッションと音楽は水の世界でどのように違っていたのでしょうか。どのように違いを解決するのでしょうか。もしや、インクを打ち合う王者を決める大会のようなものがあるのでしょうか。と、明らかにスプラトゥーンの世界を匂わせているセリフが、海から陸に上がってきた魚という部分がスプラトゥーンの設定と共通しているので、このようなネタが仕込まれたのでしょうか。そしてその後は他の化石と同じセリフになっていました。
と、実は海外版のユーステのプテロンのセリフ量は日本版の2倍ほどあり、スプラトゥーンを匂わせるセリフがひっそりと隠されているようです。こんな素晴らしい小ネタ、なぜ日本版ではカットしてしまったんだ。謎すぎる。以上、熱盛に隠れたスプラ要素調査でした。